てしまいましたけれども、奈良キリスト教会の子供クリスマス会ようこそお越しくださいました。皆様心より歓迎申し上げます。では皆さんと一緒にクリスマスの歌やクリスマスのお話を通してですね、イエス様がお生まれになったクリスマスのことをですね覚えて、楽しい時間を過ごすことができたらいいなというふうに願っております。はじめに一言お祈りをさせてください。ご在天の父なる神様、今日奈良教会の子供クリスマス会を行いますことを感謝いたします。このクリスマス会を通してイエス様のことをたくさん知って、楽しい時間を過ごすことができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。それではですね、お手元のプログラムに従ってですね、進めていきたいと思います。最初に、グラウチさんによるですね、ピアノ演奏になります。
ました。寺内和子さんによる夜の演奏、清らに星すぐの香りでした。皆さんはクリスマスといえば何を一番に思い出しますか？プレゼントがもらえること、あるいはクリスマスケーキが食べられること、どうでしょう？本当のクリスマスというのは、救い主イエス様が生まれたことをお祝いする日です。そのことについてですね、聖書という本に詳しく書いてあります。大きい聖書があります、いろんな大きさの聖書がありますけれども、これはイエス様について書かれているものです。そしてクリスマスの元になっているですね、イエス様が生まれたことに関することもこの聖書に書いてあるんですね。最初に登場するのはマリアさんという女の人です。マリアさんはイエス様のお母さん、神様のことを心から愛していました。そんなある日、天使が現れてマリアさんの前に行ってきます。おめでとうマリア、神様があなたと共にいます。あなたは身ごもって男の子を産むでしょう。その名前をイエスとつけなさい、というふうにこの天使が突然言ってきたんですね。マリアさんはまだ結婚していませんでした。婚約している人はいたんですけれども、正式な結婚はまだだったので、いきなり自分に子供ができたということを聞かされてですね、びっくりしてしまったんですね。私がイエス様のお母さんになるなんて。そして天使はこのマリアさんのですね、婚約者であるヨセフという人のところにもやってきて同じことを伝えました。あなたの奥さんになるマリアさんは神様の子供を身ごもりました。まだ結婚してないのに不思議に思いましたけれども、神様がそうしたんですという天使の言葉をヨセフさんもですね、信じたんですね。でこのことはマリアさんとヨセフさんだけの秘密でした。このことを人に話しても誰が信じるだろう、そういうふうに思ったんですね。やがて天使のお告げ通り、マリアさんのお腹がどん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 大きくなってきました。お腹を蹴ってすごく元気のいい赤ちゃんです。いつ生まれてきてもおかしくない、そんな時に急にですね、お父さんヨセフさんの生まれ故郷の町ベツレヘムというところに行かなければならなくなったんですね。時のローマ皇帝が住民登録をするから皆さん自分の地元に帰ってくださいという命令を出したので、それに従うために生まれ故郷に帰っていくことになります。このベツレヘムというところに行くということが聖書ですね、イエス様が生まれる何百年も前予告されていたことだったんです。2人は長い道のりをベツレヘムという町に向けて歩いていきました。ロバに乗っていったんですね。神様が守ってくれることを信じてこの長い旅を歩いていったのです。やっとベツレヘムに着いてみると、マリアとヨセフだけではなく、あちらこちらからこの住民登録をするためにこの町に集まってきている人たちがたくさんいて、ごった返しでした。泊まる宿が見つからなかったんです。宿屋の主人に相談すると、なんとか場所を開けてもらいました。しかしそれは人が泊まるところではなく家畜小屋だったんです。家畜小屋だったら使ってもいいよと。とても汚くて臭い場所でした。だけれども少なくとも寝ることのできる場所を与えられたことを二人は神様に感謝したのです。そんな時、マリアさんのお腹が痛くなって陣痛が始まっていきます。そしてその夜、この家畜小屋で
赤ちゃんのイエス様が生まれたのです。そんな時ですね、イエス様はきれいな病院で生まれることはできなかった。しかしそれは貧しくて弱い人たちのための救い主となるためだったのです。もしイエス様が大きな宮殿で生まれていたら、貧しい人、弱い人はイエス様に会うことができなかったかもしれません。でもこういった一番貧しいような場所で生まれたので、どんな人でもイエス様のところに行くことができるんです。そしてちょうどその頃、羊飼いたちが羊の番をしていると、眩しい光が現れました。見るとそこに天使がいました。羊飼いに対して天使はこう言いました。恐れるな、私は神全体に与えられる大きな喜びが今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。こういうふうに天使が言ったんですね。羊飼いたちはびっくりしました。そしてその言葉が本当かどうか確かめに、天使たちが言った言葉を思い出したんです。今日ダビデの町エツレヘムに救い主が生まれる。羊飼いたちはエツレヘムに向かっていきます。すると天使が告げた通り、救い主イエス様がエツレヘムの家畜小屋の中で生まれていたのです。羊飼いたちは赤ちゃんイエス様を見て心から喜びました。自分たちの救い主が生まれたんだ、嬉しい気持ちになったんです。これがイエス様の誕生のお話、クリスマスの出来事です。それでは蔦村律子さんによるオカリナの演奏です。
この小人ウィリックスたちは朝から晩までお互いにシールをくっつけ合うということをしていました。お星様シールとダメダメシールというのがあったんですね。かわいい小人はお星様、そしてデコボコだったり絵の具が剥がれてしまっている小人はダメシールを貼られる。そして才能を持っている小人も星シールが貼られたわけですね。不吉祥な小人はダメ印。この主人公パンチネロはそんな小人でした。いつも失敗ばかりでダメ印だらけ。ある日お星様もダメ印もついていないウィニックスがですね、彼のところに来ます。ルシアという小人でした。ルシアには星印もダメ印のシールもくっつかなかったのです。パンチネロは、あ、僕もそうなりたいと思いました。誰からもいいとか悪いとか言われたくない。どうすればシールがつかないの？ルチアに聞きます。彼女はこう答えました。毎日エリに会いに行って一緒にお話をするの。僕なんかにエリは会ってくれるかな。パンチネロは丘のてっぺんに住んでいるエリの仕事場へ向かいます。お、パンチネロ、パンチネロじゃないか。会いに来てくれたんだね。こっちへ来て私に顔を見せておくれ。え、エリ、僕の名前を知ってるの？もちろん知ってるさ。私がお前を作ったんだからね。パンチネロを拾い上げて、エリは、ずいぶんシールをたくさんつけられたね。大印ばかりのパンチネロに対してそう言ったんです。パンチネロは言います。そんなつもりじゃなかったんだ。こんなにダメ印をもらうつもりじゃなかったんだよ、エリ。エリは言います。ああ、何もかも分かってるよ、愛しい子。他のウィニックスがお前のことを何と思おうと、私はもう構いはしないさ。本当？本当だと思う。みんなお前と同じようなウィニックスじゃないか。みんながどう思うかなんて大したことじゃないか。問題はね、この私がどう思ってるかということである。そして私はお前のことを大切に思ってる。僕が大切？どうして？それはね、お前は私のものだからだ。だから大切なんだよ。今までこんなふうに見られたことはなかったんです。作り主に言われて嬉しくて言葉も出なかった。毎日ここへ来てくれることを願って待っていたよ。シール一つもつけてない小人に会ってね、どうしてもあの子に、どうしてあの子にはシールがつかないんだろうと思ってたんだ。それはね、私の思うことの方がもっと大事だとあの子が決めたからなんだよ。シールがくっつくようにしていたのはお前自身なんだよ。どんなシールがもらえるかってことを気にしてると、シールの方もお前にくっついてくるんだ。お前が私の愛を信じたならシールなんてどうでもよくなるんだ。これから毎日私のところにおいで。私がお前のことをどれくらい大好きだか忘れないようにね。忘れちゃいけないよ。この手で作ったんだから、お前は大切なんだ。それから私は君を作るにあたって何も失敗はしていない。そんな瞬間、一つのダメシールがパンチネロの体から地面に落ちていたんです。このエリという人は神様のことを表しています。私たちのことを作った神様は私たち皆さんのこと、一人一人のことをよく知っています。そして私たちに私たちが思っている以上の価値をつけてくれています。私たちが思う以上に私たちを大事に思っているんです。私たちは、そして皆さんは愛されている存在、そして愛されていい存在なのです。そんなことに気づかない時もあります。だから友達にダメシールを貼ったり、自分にお星様シールを貼ってもらおうと頑張ったりしてしまうのかもしれません。だから神様が皆さんのことを愛しているということを忘れて、他の人を愛せなくなってしまうんです。人のことを羨ましく思ったり意地悪をしたりしてしまうんです。そんな時に私たちは神様の愛に気づかせてもらう必要があります。
イエス様を通してその愛に気づかせてもらうのです。神様は私たちがどんなに神様に愛されているかを示すためにイエス様を与えてくれました。イエス様がこの世に生まれたのは、そんな私たちが神様の愛に気づくことができるためなんです。それでは西村メルリさんに演奏をしていただきます。当時のルーマニアはまるで今の北朝鮮のような国だったというふうに言われていますけれども、大統領ばっかりが贅沢な暮らしをして、そして他の一般市民たちはとても貧しい生活をしていました。偉い人の言うことを聞かないとすぐ牢屋送りにされて、そして多くの国民が牢屋の中で亡くなったり殺されたり、貧しさのあまりにお腹が空いて餓死をしてしまう、まあ、そういった国だったんですね。今でも北朝鮮がの人たちが国境を越えて国の外に出て逃げようとする人たちがいるように、ルーマニアもですね、国境を越えて他の国に逃げる人たちがたくさん後を絶たなかったんです。有名なオリンピック選手コマネチという選手もですね、この国を逃げ出したことで知られています。私が以前ですね、ハワイのホノルルの日本人教会に牧師、見習いとしていた時もですね、ルーマニアから夜中森の中を通って亡命したという家族が来ていました。
さて、このですね、チャウシェスク大統領が独裁していた時代、彼の部下として働いていたカルロという名前のとても恐ろしい将軍がいました。彼もまた非常に独裁的で、いつも自分は世界で一番偉いんだと言ってたんですね。彼は何も罪がない人を捕まえては牢屋に投げ込んでいたのです。さて、クリスマスの4週間前になるとアドベントといってですね、クリスマスの準備が始まるんですね。で、ある日カルロ将軍が家に帰ると、小さなお花のリースが家の門の前に置いてあった、リースが置いてあったんです。で、将軍はそれを見つけるとすぐに地面に投げて足で踏んづけていったんですね。しかし来る日も来る日も毎日自分の門にリースが置いてあるのを見ます。誰がそのリースをそこに置いていったのかというと、実は小さな女の子が毎日通ってそこにリースを置いていたのです。この女の子の両親は実はカロル将軍によって牢屋に入れられ殺されていました。しかし少女はお父さんとお母さんから教わった聖書の教えを守っていました。あなたの敵を許しなさいという聖書の言葉です。その言葉を守って自分のお父さんとお母さんを殺したこのカロル将軍に優しくしてあげよう、そう思って彼女は毎日リースを送っていたのです。リースというのは丸い形をしてますよね。これは終わりがない愛を意味しています。この事実を知ったカロル将軍は大きな声で泣き叫びました。自分はなんて悪い人間だったんだろう、自分が殺した人の家族が私のことを愛そうと思って一生懸命贈り物をしてくれていたんだ、自分の過ちを認め罪を悔い改め、この少女に何度もごめんなさいと謝り、それからは優しい人になろう、そう決めたのだそうです。それからすぐ1989年の12月にルーマニア革命が起きました。チャウシェスク大統領が逮捕され、そしてルーマニアは平和な国になったのです。自分の好きな人や自分に優しくしてくれる人を愛するということは難しくありません。自分のクラスにいるあの人はスポーツができる、勉強ができる、かっこいい、かわいい、だから好き、だから愛そう、だから仲良くしよう、そういうふうに思うかもしれません。しかし自分の嫌いな人、自分に意地悪する人、傷つけてくる人、裏切ったりしてくる人、そういう人を愛するということは私たち人間にとってとても難しいんです。あの人は勉強もスポーツもできないし、いけてない、だから愛さなくていい、そういうふうに考えてしまいがちです。私たちは人の悪口を言ったりわがままをしてしなければいけないことよりも自分のしたいことを優先して自分中心の生き方をしてしまいます。素直でいることができなかったり、プライドが高くなってしまったりしてしまいます。みんなが自分中心の生き方ばかりをしていると人間関係はどんどん悪くなり、誰も愛することができなくなってしまいます。愛のない世界が向かう先は苦しみ、そしてさらにその先には死というものが待ち構えています。聖書では愛ではないもののことは全て罪だと呼んでいます。他の人を愛さないで自分のことばかり考えることは聖書から言わせていただくと罪だというんです。罪だらけの私たちは私たちの作り主である神様から完全に心が離れてしまっている状態です。私たちも自分は愛されるにふさわしくないと思ってしまうことがあります。しかし神様はそれでも全ての人を愛してくださるのです。私たちの心を罪から救うために神様は自分から進んで人になって、イエス・キリストというですね、人になってこの地球に生まれてきたのです。イエス様はみんなのことを愛しました。イエス様はみんなを作った人だからです。みんなからどんなに悪いことを言われ、殴られ、傷つけられ、痛めつけられてもその人のことを愛していました。イエス様はみんなの罪を背負い、
そして身代わりとなり、最後は無罪にもかかわらず十字架にかかって殺されてしまったんです。本来は罪の結果、私たちが自分で背負わなければならないはずの罪をイエス様が身代わりとして背負ってくださいました。私たちは救い主である天の神様が示してくださった愛によって今生かされています。神様が私たちのことを命をかけて愛してくださった、その愛を知ったときに、私たちも友達を、お父さんお母さんをみんなを心から愛することができるように変えられるのです。お互いに愛し合うところに平和がやってくるのです。聖書にはこう書いてあります。すいません、違うところに書いてありました、間違えました。ヨハネの3章16節17節にこう書いてあります。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。それでは次に柳瀬さんによる演奏していただきます。
私が住んでたホノルルからこっちに行くと、一番高いところを通ってここのパールシティというところで、ジャンクションでですね、乗り換えてこの青いところ H2 というところを通るんですね。でこの青いところから途中で見て分かるように、ここで高速道路も終わってるんですよ。でここから先は一般道路になってるんですけど、どこまでが高速道路か、どこからが一般道路なのかっていうのが分からないのかな。自然と道路が変わってるんですね。で走ってるとですね、このちょうどこの高速道路の終わったあたりのところに、パトーカーが端に寄せて止まってたんですね。あ、パトーカーがなんか止まってるなというのは思ったんですけれども、教会の方たちとですね、車に荷物をパンパンにキャンプですからいっぱい詰め込んでですね、喋りながら走っていると、さっきのパトーカーがですね、青いライトをですね、点滅させながらですね、後ろをついてきてるということがですね、気がついたんですね。なんだろうと思っていたらですね、私に対して困るというふうに言ってくるんですね。なんだろうというふうに、思っていたところですね、どうやら気づかないうちに高速道路が終わっていたにもかかわらず、高速道路のスピードで私が走り続けていたということだったんですね。通常だとですね、35マイル制限、だいたい日本で55キロの制限のところを私は60マイル走っていた、100キロで走っていたそうですね、とんでもないスピード違反だったんですね。で免許証を見せてというふうに言われたんですが、私はですね、まだハワイの正式な免許を持っていなくてですね、仮免許はあったんですけれども、仮免許では横に免許を持っている人を必ず乗せないと仮免許を使って走ってはいけないことになっていたんですね。で、私がどういうふうに合法的にハワイで運転していたかというと、ハワイは入国後1年以内であれば日本の免許証がそのまま使えるということなんですね。でたまたま、日本の免許も普通に持ってたんですけども、その時にですね、免許を見せろと言われた時に、国際免許も一応持ってたんですけど、国際免許をたまたま家に忘れてたんですね。で、これ日本の免許がありますというふうに財布から日本の免許を取り出したところ、このですね、財布に入っていたこの仮免許、これは仮免許じゃなくその後に本命取ったんですけど、本命はここに虹の、印がついてるんですけど、仮免許はこの虹がついてないんですね。でこの財布に入れてると虹のある場所は分かんないんですけど、あれお前ハワイの免許持ってんじゃねえのかっていうふうに疑われたんですね。であ、これは仮免許なんですよと。で合法的には日本の免許だったら運転できるはずですよねっていうふうに確認したら、それはそうだというふうに言われたんですけれども、いろんな質問をされたんです。なんで日本の免許なの、どっから来たの、日本人なの、こんな顔してるので、むしろお巡りさんが日系人でいろんな顔してたんですけど、いつかハワイにいるんだということからされてですね、私ちょうど日本からハワイに来て4ヶ月ぐらい経ったタイミングです。で仕事は何をしてるのと言われた時にですね、教会で働いていますということを言ったんですね。で今から教会のキャンプに行くところでしたということをですね、話しました。でハワイで交通違反をするとどうなるかというと、たとえ旅行中の人であったとしても裁判所に呼び出されて罰金を命じられたり、あるいはよくあるのが社会奉仕のために教会でボランティアをさせられるそういうのがあるんですね。でまだ免許取れてないのに罰金とかなんか嫌だな、日本に帰れなくなるのかな、そんな不安を思っていたところ、おまわりさんがですね、次からスピード出しすぎないように気をつけてねと言って見逃してくれたんですね。日本でおまわりさんがそういうことをすると多分クビになっちゃうと思うんですね。前のちょっとニュースになってましたけれども、しかし、ハワイのおまわりさんは、ある程度そういう才能が認められているのか分かりませんが、少なくともその時に私を見逃してくれた、教会で働いてるって言ったのもあるかもしれません、教会で働いてる人がバスとして教会で働いてもいい話なのでそれで見逃してくれたのかもしれませんが、罪を犯したのにその罰を受けなくていいとされたら、すごく、ある意味助かった嬉しいっていう気持ちと同時に反省の思いがどっと心に重く入ってきたんですね。もう二度と同じ間違いを繰り返したくないという
という思いになりました。しかし罪をただで許すことはできないんですね。今回たまたまハワイのおまわりさんは優しい警察でしたけれども、もしこの警察が私を許したということが上司に知られてしまったら、日本だったらさっき言ったように職務怠慢でクビになってしまう、まあ、そういうニュースもこの間やってました。しかしもし例えば警察みんなが、あ、まあ、今回はいいよ、みんなが悪い人全員を見逃していたら警察の仕事の意味がなくなってしまうわけです。罪を見逃した代わりにその見逃した警察がクビになるかもしれない。許すということは責任が伴うということなんですね。覚悟が必要だ。これはどんなことに対しても私たち自身が誰かに対して許すということをするときにも同じなんです。覚悟が必要なんです。許すっていうのは痛みを伴わなければいけないんです。でさっきちょっと飛ばしちゃったら、逆にしちゃったんですね。さっき言ったこの聖書の言葉、ローマ5章7節8節、正しい人のために死ぬ者はほとんどいません。良い人のために命を惜しまない者ならいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。そういうふうに聖書は言っているんです。イエス様が私たちのために死んでくださったことによって、神様は私たちのことを命を懸けて、命を惜しんででも愛しているんだということを示してくださったんですね。私はこの自分の交通違反が許されたという経験から、本当に神様の愛ってすごい愛なのかなということをですね、まあ、感じたわけです。私たちが人を愛することができなくても、イエス様が十字架によって私たちの罪を許してくれた、そのことを知った時に私たちは神様に対する心からの感謝の思いが溢れてくるはずです。それでは、うちの夫婦で夜明け前の夜に過ごすという歌を歌わせていただきます。Thank you.
マスは神様が私たちのことを終わりのない愛を持って愛してくださっていることを思い出す日です。そしてその愛を他の人たちと一緒に分かち合う日でもあります。私たちを愛してくれている神様はもう一度地球に戻ってきて私たちを天国へ連れて行ってくれると約束をしてくれています。神様の愛の家族の一員になるために私たちを誘ってくれているのです。大きな愛を示してくださった神様に感謝の思いを表したいと思います。全員で諸人こぞいて諸人こぞいてを歌いましょう。これは子供たちが共有してくれます。赤ちゃん諸人こぞいては米田真宏ちゃんとバースを弾いてくださいます。それから木はこの夜は米田ゆうなちゃんとバースを弾いてくださいます。そして清子の夜は小林直樹、それから小林達磨君がリコーダーを弾いてくれます。そして、お兄ちゃんの柳瀬明人さん、そして柳瀬ひろとさんが打楽器です。出れるかな、うん、大丈夫かな、パパと一緒に出てください。椅子を置いてますので、
神様の愛を知るきっかけとなったことを感謝いたします。私たちが神様からいただいた愛を受けて互いに許し合い、また平和な日々を作り出していくことができますように、どうぞ私たちを助けてください。このクリスマス会を通して皆さんが良い思い出を作って今日は帰っていくことができますように、お願いください。イエス様のお名前によってお願いいたします。アーメン。はい、皆様、今日は奈良キリスト教会クリスマス会に参加くださりありがとうございました。ぜひまた来年の、夏休みの聖書学校、そして来年のクリスマスもぜひ参加してください。そして毎週の土曜日の午前中の礼拝プログラムも行っております。お時間のある方はぜひ礼拝に参加していただけますと嬉しいです。今日は本当に朝を運んでくださったことを感謝いたします。ありがとうございました。